今日はですね、ご覧の通りコストコでたくさん買い物してきました。結構家まで持って帰るの大変だったんですけど、今日買ったものといくらしたのかとか、まあ、新しい初めて見た商品もいっぱいあったんで、それを紹介していきたいと思います。今日はですね、ニューヨークは、ブルックリンなのかにあるんですけど、今日はハーレムの方に連れてってもらって行ってまいりました。じゃあ早速買ったもの、購入品を皆さんに紹介していきたいと思います。それでは購入品紹介スタート。まず何から紹介しようかな。こちらゴミ袋なんですけど、13ガロン、まあ、こんな感じ、こんぐらいのゴミ箱に入って、でこれが匂い付きか、生ゴミとかでもなんか大丈夫だよってやつかな。これが200万円入って17ドル99セントですね。はい、もうこれ1年以上は使えますね。私も買わなくていいですね。はい、次この、はい、これは食器用洗剤なんですけど、 1.05 カロン、何、まあ4リットルぐらい入ってるのかな。結構重いんで、これを詰め替えようとして入れて使おうと思います。これももうこれ買ってしまえばずっと1年以上は持つと思います。これがですね、なんとなんとこのデカさで 7.99 ドル99セント、安っ、めっちゃ安いです。そしてこれがトイレットペーパーなんですけど、30ロール入って16.99 16ドル99セントですね。もう私いつもなんか4個入りで、もうなくなったら買ったんですけど、4個入りでなんか高くて6ドルぐらいしてたんで、これが17ドルでしょ。そう考えるとめっちゃ安いですね。コストコブランド最高です。で次、冷凍なんですけど、ティラピア、白身魚ですね、ティラピアの冷凍なんで、しかもこれ、はい、一個一個ね、小分けになってるんですよ。冷凍で小分けになってるし、使いやすいですね。保存もしやすいし、このまま、ジップロックになってて、ここ閉められるんで、そのまま入れてもいいし、もう、使えなくなったら出して、袋に入ってるから、そのまま。で、このティラピアがですね、まあ、10個以上入ってて、16.99、17ドルです。これが17ドル。次は、じゃん、エビ。で、これは、ファームレイズドローテイロン。尻尾付きの、まあ、茹でてないやつ、ローですね。のシュリンプの冷凍です。まあ、結構でかいんですよ。でかくて、これも量が結構入って、お値段が 15.49、 魚より安い 15.49。 これ結構ね、 900g 以上入ってる。まあ、これいいですね。これ茹でたりエビチリとかしたいですね。で次また冷凍を続けていくと、こちらじゃーん、ビーフプルコギマンドゥ。なんかこれもなんか大きな餃子で、中にコリアンスタイルのプルコギフレーバーのお肉が入ってる、お肉と野菜が入ってるってやつで、これ初めて買ったんですけど、これが元々が 11.99 で、今日がセールだったんで4ドルオフで 7.99 ドル
$7.99 です。これ安かったんでね。で量もね多分いっぱい入ってる、家族用ですかね。でこれ買ってみたんで、これはちょっと試してみたいと思います。あとこのまた冷凍になるんですけど、じゃじゃん、ベジタブル焼きそば。しかもこれが、ね、なんと味の素の焼きそばなんです。これがね、これも小分けになってて6個入ってるんですって。でこんな感じで袋に入ってるから切ってチンするだけ、めっちゃ簡単ですね。これで、ね、美味しいって教えてもらったんで買ってみました。これまた感想を言いますね。これがですね、焼きそばが 12.89、まあ、簡単にねご飯ない時チンして食べれるから買いました。次は、まあ、下行きます。はい、ベトナミーズフォー、フォー超好きなんですよね。でこれが9個入ってるらしい。これもうお湯入れて簡単に、これも美味しいって言ってたんでこれ買いました。 12.59、 12ドル59セント。はい、これも楽しみです。この麺類は楽しみですね。次は何しようかな。このバター、ピュアアイリッシュバターアンソルティッド、無塩の無塩バターですね。無塩バター、これがねなんか美味しいらしくて、なんか濃厚だそうです。だからこれ使ってみようと思います。でこれが8オンスのバーが4つ入ってるみたいですね。このバターが 4.99、 4ドル99セント、安い。 4.99、 これはねちょっと結構今日ずっと食べてみたかったやつなんで、私の。はい、じゃん、シストクッキングキットで、シストこんな感じで結構いっぱい入ってるんですね。これシストどんぐらい入ってんだ、14オンス400グラムぐらい入って、しかもこれなんとシストクッキングキットっていうだけあって、中見るとほらオイルとなんか塩が入ってるみたいです。オイルと塩が入ってそのセット、こんなにいっぱい入って、シストのお値段が 5.79、 はい、安い。これもねシスト美味しいですよね。はい、こんな感じでシストを買いました。次は、次じゃじゃん、手前にあるクロワッサン。クロワッサンね、これね10個入っていくらと思いますか。10個入って、はい、 4.99、 4ドル99セントです。安いし、これは冷凍して保存しておけば、もうお昼にこれを冷凍庫から取ってお昼食べるには十分ですね。はい、次お肉いきます。はい、ドーン、チキンブレスト、鶏胸肉ですね。これめっちゃ入ってるんですよ。これ半分に折られてるけど、これが 1,2,3 下にもあって6個ついてるんですけど、これが小分けになって6個入って、でお値段が 26.7 ドル。まあなんで鶏むね肉かっていうと、最近ちょっと油物食べ過ぎてるので、ヘルシーに油の少ない鶏むね肉にしました。はい、次これね、これもめちゃくちゃ美味しいっておすすめされて買ったんですけど、このポークテンダーロイン、これねこうなってるんですけど、まあ、調理はここの筋とかを取って処理してからやるらしいんですけど、これね結構分厚くて、このお肉がすごく柔らかいみたいなんで、これをどうして食べるかはまた後で考えますけど、まあ、とんかつにしたら美味しいって言ってましたね。これがなんと15ドル96セント、まあ、安いですね。こんな分厚くて、これねめっちゃ食べるの楽しみです。あとねステーキも買えばよかったんですけど、これ買ったんでまあいいかと思ってたんですけど、これです。
あとは、あ、これだ。最後に、はい。なんと、ごまどれ、アメリカにごまどれが売ってました。しかもキューピーセサミドレッシングですね。これね、あの今日コストコ行った時にいっぱい試食出されてて、これもなんか野菜にかけて試食であったんですけど、めっちゃ美味しかった。しかもこれ量多い、 887ml、 もう結構でかいですねこれ。で、このごまどれが 7.39 です。ごまどれ 7.7ドル39セント。これね、日系スーパーとかでごまどれ買うとね、ちょっと高いんですよね。こんだけ入ってこれは安い。はい、今日買ったのはこんな感じですね。で、全部ご紹介して、これが合計で183ドル75セントでした。うん、安いと思う。だってこんなでかいもの、もうずっと1年以上、1年とか使えるやつとかもあるし、もうほぼあの鶏肉とかも冷凍して入れといたら使えるし、まあ、ほぼ冷凍のものを買ったんですけど、まあこれで、まあ、一時は問題ないと思います。はい、こんな感じですね。やっぱコストコ楽しいですね、いろいろあって。でもね、持って帰るのは大変、車じゃない。私も帰りやっぱ Uber 乗ったんですけど、まあ行きはバスで行って帰りは Uber か、まあこんな感じですね。楽しかったです。やっぱりなんかワクワクしました。はい、こんな感じで今日買ったものをご紹介しました。まあ、行ってみた時にいろいろ新しくあったりとか、これ美味しいよって買ったら教えてほしいです。で、私ももしなんかまた行くことあれば紹介したいと思いますので、ぜひぜひまた次回も見てください。それでは今日も見てくれてありがとうございました。それ次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。